HD83443 は地球からホザの方向に約130光年離れた位置にある8等級の恒星である。周囲を太陽系外惑星が公転していることが知られている。HD83443 は太陽とほぼ同じ質量と半径を持つ恒星だが表面温度は5458系とわずかに太陽より低く。 形型種系列性に分類されている。金属量の値は0.357とされ、これはヘリウムよりも重い元素が太陽の約2.28倍も含まれていることを示している。2000年にラシア天文台で行われたドップラー分光法による観測で HD83443 を公転する太陽系外惑星 HD83443B が報告された。 HD83443B は少なくとも土星とほぼ同等の質量を持つ惑星でわずか3日弱で主星の周囲を公転しており当時知られていた太陽系外惑星の中では最も主星に近い軌道を持つ惑星であった後に2002年6月に行われた ポール・バトラーらの研究グループによる視線速度の観測で HD83443B の存在が明確に確認されたため一般的に HD83443B の発見年は2002年と扱われている2000年の報告では HD83443B のさらに外側に少なくとも木星の1.17倍の質量を持つ 第2の惑星 HD83443C の存在も発表されている。HD83443C は歪んだ、大円軌道を29.83日の公転周期で、公転しているとされ、両者が公転周期1、10の軌道共鳴の関係にあるという興味深い構造になっている可能性もあるとされていたが、この日については、 不正確でさらなる観測が必要とされた。しかし、前述の2002年6月に、バトラーらの研究グループが行った、観測のデータで HD83443C の存在を示す信号が得られなかったことから、HD83443C が存在しない可能性が指摘され、これにより、発見グループも、 同年11月に HD83443C の発見を撤回した。2019年、世界中のすべての国、または地域に一つの系外惑星系を命名する、機械を提供する IAU100NM ExeWorlds プロジェクトにおいて、HD83443 系は、ケニア共和国に割り当てられる、惑星系となった。このプロジェクトは、 国際天文学連合100周年事業の一環として計画されたイベントの一つで、ケニア国内での選考、国際天文学連合への提案を経て、太陽系外惑星とその主星に固有名が承認されるものであった。2019年12月17日、IAU から最終結果が公表され、HD83443 はカラウシー。 HD83443B はブルと命名された。これらはケニアのルオゴで星や惑星を象徴する気象現象に関する言葉に由来した名前が付けられている。カラウシーは非常に強い風の列を意味する言葉にブルは誇りを意味し、通常は暴風と関連付けられる言葉にそれぞれちなんで名付けられた。ありがとうございます。